どうも、ヌヌです。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、続きを遊んでいきたいと思います。なんか、あそこにお化けいない。後半ダンジョン攻略2つ目ですね。どうなった？あら、ごめんなさい、体調子が悪くて、サバまで来てくださる？まあ、可愛いお客さんね、主人が話してた通りだわ。あなたは鏡をご覧になりたいですもんね。主人が見つけてきたんですけど、本当に素敵なの。でも、あの鏡がうちに来てから病気になったり、魔物が現れたり、悪いことばかり。だから今飾ってある3階の寝室に鍵をかけてしまってるの。ちょっと待ってね、鍵の場所を教えます。館の地図を回った。熱でぼんやりしててはっきり思い出せないんだけど、多分この印の部屋にしまったはず。でも私今は起き上がることもできないの。すいませんけど持ってきてくださる？あちらの扉からどうぞ。お願いします。ああ、おお、来たんか。嫁さん、帰り悪かったろ。鏡を震ってきた頃から元気なくての。だから今嫁さんのためにスープ作ってるんだよ。そうなんすよ、取れる魚栄養たっぷりだからの。お前も疲れたらこれ飲んで体力つけたらいいぞ。ふう、やっと出られたわ。あら、お兄ちゃん、この間のまた会えて嬉しいわ。せっかく再会できたんだから、また一緒に行きましょうよ。おばちゃん、ついてくから遅い、出たくなったら一度も呼んで。これはあれか、動かしてやるやつか。これ溶かせないの？あっ。
なるほど。滑る。ん、ここは落ちたの。やっぱりボス部屋の鍵がかかった。20ルピーゲット。小さな鍵をゲット。待ったよ。
HP やばい。とあるかぼちゃ。瓶で救うんだね。これスープ作んなきゃいけないのか。まあでも狙っておこう。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。